本州のはるか南、小笠原諸島の西側に位置する西之島では活発な火山活動が続いていて世界的に見ても非常に速いスピードで島の面積が拡大していますこの動画では50年にわたって続く西之島拡大の歴史を見ていきます西之島は4000メートル級の海底火山の山頂にあたる場所で もともとは南北6 5 0ル東西2 0 0ルの非常に小さな島でしたこの海底火山では1900年代に入るまで噴火の記録はありませんでしたが1973年5月30日に有史以来初めてとなる噴火が発生しましたこの噴火は西之島の南東約6 0 0ルの場所で発生し 大量の噴火物によって9月11日に新たな島が誕生しました。初めに確認された島は消滅しましたが、その近くに別に現れていた島が拡大を続け、12月には島の面積が南北200メートルから400メートル、東西550メートルに達しました。1973年5月から続いた噴火活動は、 1> 1年ほどで収束しましまたが波によって削られた土砂が島の周辺に堆積したため面積は拡大を続け1974年の6月に新島と元からあった西之島が陸続きとなりました1973年から1974年にかけて続いた噴火以降約40年間にわたって噴火が発生しない時期が続きましたが 2013年11月20日に再び噴火活動が始まり40年ぶりに新しい陸地が誕生しました2013年の噴火では1973年以降の土砂の堆積によって島の周辺に浅瀬が広がっていたこともあり島の面積は急速に拡大しました12月26日新たに誕生した島の溶岩流が もともとあった西之島に到達し陸続きとなったことを海上保安庁が確認2014年の2月4日には西之島全体の面積が噴火以前と比べて3倍になりましたその後も活発な活動が続き島の面積も拡大を続けました7月には噴火以前の西之島と比べて面積が6倍に達し 12月には国土地理院が噴火によって流れ出した溶岩によって旧西之島がほとんど見えなくなっていることを確認しました。2015年に入っても噴火は続きましたが、2015年11月の噴火を最後に噴煙が確認されなくなり、噴火活動は収束したと考えられるようになりました。しかし、2017年、 4月20日に再び噴火活動が始まり2017年5月には海上保安庁の観測によって西側から南西側にかけて面積が拡大していることが確認されましたこの噴火活動は2013年から2015年の噴火活動に匹敵する規模に達しましたが2017年8月には海上保安庁の観測によって 溶岩流の流出が止まったと見られることが分かりました。次の噴火活動は2018年7月12日に始まり、翌日には溶岩流が流れ出していることが確認されましたが、この時の噴火活動は7月30日には沈静化しました。2019年12月、2013年以降で4回目となる噴火活動が始まり、12月7日には、 溶岩流が海岸にまで達しているのが確認されました。この噴火活動は2020年7月時点でも続いています。2020年に入るとさらに活動が活発になり、島が北側に拡大し始めました。3月頃には、これまでの山頂付近だけでなく、中腹からも溶岩流が流出していることが確認され、噴火も断続的に続きました。 2020年6月になると噴煙が高い場所にまで達する噴火が多く発生するようになり6月14日には噴煙の高さが2 6 0 0メートルに達しました15日にも14日と同規模の噴火が発生し6月26日には噴煙の高さが4 4 0 0メートルにも達する噴火が確認されました海上保安庁が 6月29日に行った調査では、わずかに残っていた旧西之島が噴出物によって完全に覆われていることが判明しました。西之島では7月になっても非常に活発な活動が続き、気象衛星による観測では、7月3日に噴煙の高さが過去最高の4700メートルに達したことが、翌日の7月4日には、 8300メートルに達したことが確認されました。また、7月11日に西之島付近で行われた観測では、溶岩が約200メートルの高さにまで噴出しているのが確認されています。西之島の噴火は、近くに人が住んでいない場所で発生しているため、人的被害が出る恐れがほとんどありません。また、西之島の噴火活動は、 大陸の誕生を再現していると考えられていて、長い間謎に包まれてきた大陸誕生のプロセスが解明されるのか注目されています。